はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日紹介するのはこちら、じゃーん。はい、キュートモンスターハンターコレクションですね。はい、こちらの方ですね、秋葉原の、自販機に売ってた、フィギュアなんですね。ちょっと可愛かったので、1000円分使って、回してきました。1個500円というわけで、ね、ちょっと高いんですけれども、まぁ、ちょっとね、見た感じ可愛かったのでちょっと回してきました。はい、全8種類ということで、リオレウス、リオレウス希少種、リオレイヤ、リオレイヤ希少種、ディアブロス、ディアブロスアシュ、ボロボロス、クルペコというラインナップになってます。メインとしてそうですね、これはサードかな、多分サードのモンスター中心ですよね。はい、ちょっと古いのかもしれませんけども、はい、ちょっと気になったので回してきました。はい、それじゃあちょっと見ていきましょう。はい、マシアミクチャンネル。はい、それでは早速外箱の方から見ていきましょう。まずは前面ですね。リオレスとリオレイヤが、いますね。こちらの方かなりデフォルメされたような感じで可愛らしいですよね。はい、で横面がこんな感じ、ディアブロスとボロボロスですね。裏面は全8種類ということで、ラインナップが書いてありますね。でもう一つの横面がクルペッコとディアブロスアッシュ。はい、で上の面を見てみると、リオレイス希少種とリオレイヤ希少種ですね。で下の面が、鑑賞用置き場と書いてありますね。はい、じゃあ早速1個目開けてみましょう。そうですね、欲しいのはやっぱりリオレイスとリオレイヤなんですけども、まあそうですね、あとはディアブロスかな、クルペッコもいいですかもね。はい、まあそんな感じです。じゃあそうですね、リオレウス買って目指していきたいと思います。リオレウス来い、1個目いきます、いきます、せーの、よいしょ。んお、あ、リオレイヤ希少種だ。おお、金色ですね。はい、あ、かっこいいかもしれない。はい、まずはリオレイヤ希少種が当たりました。へえ、すごーい。はい、後でちょっと詳しく見ましょう。はいはい、じゃあ続いて2つ目いきたいと思います。リオレイヤ希少種が当たってくれたので、リオレウス希少種が欲しいところですね。さあ何が出るか、いきます、お願いします。リオレウス希少種でお願いします。せーの、よいしょ。お、ディアブロスだ。あ、でかいあ、残念だな。まあいいでしょう。はい、でちょっと袋開けて見ていきましょうね。はい、それではちょっと細かく見ていきましょう。まずはディアブロスですね。はい、全体的な、塗装は、よくできていると思います。造形もバッチリですね。はい、うん、ディアブロスのこの立派な2本の角もいい感じですね。クロスではまさかの退場になってしまったディアブロスなんですけども、まあまたいつか帰ってくることを願っております。はい顔の方ですね、目のところがちょっと雑かなって感じがしますね、塗装なんですけども。はい、そこがちょっと気になる点でした。はい、それ以外は特に文句もなく、はい、とても造形は綺麗だと思います。はい、やっぱ目は難しいのかな。はい、それじゃあ中身なんですけども、ディアブロス本体の他に、こちらの台座がついてきました。モンスターハンターのこれ、何のモンスターか分かんないんですけども、とりあえず台座になります。ミラボレアスっぽいな、なんとなくそんな感じがしますね。はいでそれから、クリアの、支柱が入ってました。はい、これにここの部分にこんな感じで刺して、でどう飾ればいいのかな。ディアブロスは、ま、こんな感じでいいのかな。じゃーん。はい、多分こうするのが正しいんじゃないかと思います。はい、なるほどね、確かにこれは置物としてはいい感じですね。小さいんでちょこっと飾る分にはいいかもしれませんね。ちょっと台座はどうすればいいんだろう、ちょっと台座の方はどうすればいいのか分かんないんですけど、まあとりあえず適当に乗せていいのかな。はい、こんな感じだと思います。はい、これはいいな可愛いですよね。はい、はい、じゃあまずディアブロスの紹介でした。続いて、リオレイヤ希少種のちょっと開けてみたいと思います。はーい、はい、こちらの方リオレイヤ希少種になります。黄色のボディ完璧に再現されてますね。塗装で、綺麗に再現されてるんじゃないかと思います。羽の、模様もバッチリで、体の造形も綺麗ですね。はい、すごいな。顔の部分が、まあ、ちょっとイマイチなんですけども、まあ、それでもよくできてるんじゃないかと思います。ディアブロスがですね、角の部分立派にできてましたので、飛竜種の、ね、特徴である立派な翼の部分はちょっともうちょっと大きくってもよかったんじゃないかと思うんですけども、まあ、そこの部分はすごいしょうがないのかなって感じがしますね。やはり、鱗の部分の造形とても綺麗ですね。はい、
すごいな、おまけに光が当たってね、金色色がよりよく光るという感じでよくできてます。すごいな。はい、こちらの他にですね、台座と、こちらの支柱がありますので、こちらにこんな感じに挿してよいしょで、リオレイヤー希少種を乗せる感じですね。なるほど。リオレイヤー希少種ですね、そのままでも自立するんですけども、支柱を支えることによってより安定しますね。はい、なるほどね。2匹合わせてみるとこんな感じですね。へえ、なるほどね。ちょっとこれいつ発売されたか分かんないものなんですけども、まあそれでもよくできてるんじゃないかと思います。はい、最近はそうですね、クロスの登場によって、2つ名のシリーズが結構増えてますよね。はい、あれの2つ名とかのシリーズも結構いいので、こういうデフォルメされた2つ名とかも見てみたい気がしますね。はい、でもぜひともリオレーズが欲しかったな。はい、というわけで、キュートモンスターハンターコレクションの紹介でした。残念ながらリオレースは当たんなかったんですけども、まあそれでも、なかなかいい造形とね、綺麗な塗装だったので、とても満足です。はい、ぜひともこれはリオレースとリオレース希少種、それからリオレイヤーの通常種も欲しいところですね。はい、まあざっと見た感じなんですけども、普通の置物としても使えますし、普通にね、飾る分にはいいんじゃないかと思います。はい、それだけ、細かい造形と塗装だったので、はい、いいと思いました。うん、今後もね、こういったちょっと小さいもの系はそうですね、集めていこうかなと思います。はい、まあ見つけ次第、やってみようかと思います。はい、というわけで、まあちょっとしたレビューだったんですけども、キュートモンスターハンターコレクションの紹介でした。紹介したのはパシーとミクでした。はい、またね。バイバイ。バシからお願いがあります。はい、チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターをフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バシアとミクチャンネルをお願いします。